こんにちは、元海上自衛官の大上翔太です。自衛隊や世界のニュースを面白く分かりやすく解説しています。週数回程度、不定期で21時頃に配信していますので、チャンネル登録をしていただけると最新動画が簡単にご覧いただけます。今回は護衛艦の日課停泊編です。護衛艦って外から見えない世界なので、普段何やっているかわからないでしょうし、特に停泊中とか一般の方からすれば、何かすることあるのくらいの感覚なんじゃないでしょうか。ということで、護衛艦が港にいる停泊中に何をやっているか解説していきますね。あ、その前にちょっとだけ豆知識。新聞やテレビなどで自衛隊の港が報道される場合、海上自衛隊横須賀基地とか佐世保基地などと呼ばれることがありますが、海上自衛官が各港をなんとか基地なんていうことはまずありません。多くの場合、単に横須賀とか佐世保って言ったり、実際に船を経由する場所を指す場合は T 岸とか K 岸などと呼びます。なんのこっちゃって感じですが、同じ佐世保であっても複数の岸壁があったりして、佐世保だと立上岸壁と倉島岸壁に分かれています。こういう場合に佐世保ってだけ言っちゃうと、どっちの岸壁か分からなくなっちゃいますからね。直線距離ならどちらも近いんですが、陸の上だと海を迂回していくようなルートになるため、結構遠いんで間違えると大変。ということで、 T 岸は立上の略、 K 岸は倉島の略というふうにきちんと分けて呼ぶわけです。なお、海事は何でもかんでも略すので、いろいろな略語が存在します。それじゃそろそろ本題に入りましょう。まず停泊中というのは出港していない状態、つまり港に係留されている状態のことです。1年間でどのくらい停泊しているのかというと、年によっても違いますが、だいたい120日から150日くらい。これ以上出港させると船や人間にかかる負担が大きすぎるので、出港させないように年間出港できる上限が定められています。一応、なんだ、年間3分の1くらいしか出港しないんじゃん、じゃあ3分の2くらいは休めるんじゃね、などと考えたあなた、海上自衛官適性がものすごく高いので、ぜひ入隊しましょう。まあ1割くらいは冗談なんで置いておきますが、日本の平均年間休日は120日程度、土日祝日年末年始休暇などを合計したら120日ってことなんで、こちらもだいたい3分の1くらいですね。そして残った3分の1は停泊中じゃないとできないこと、船のメンテナンスだったり人事系のお仕事や訓練に充てられますから、実際問題3分の1出航するのが限界なんです。これ以上出航しろとか言われたらマジ過労ですからね。なるほど、じゃあ他の職業と同じように年間120日暦通りに休めるんだねと思われたあなた、すみません、それも無理です。というのも、停泊中といえども船を空にするわけにはいかないので、停泊当直というものがあり、ざっくり説明すると、海士で4日に1回、海曹だと5日に1回、幹部でも6日に1回くらいの頻度で船に泊まり込む必要があるからです。当然土日祝日、ゴールデンウィークや隔休暇、年末年始休暇などにかぶってくるので、その分休みが減ります。もちろん本来休みの日に出勤するわけですから代休がつくわけですが、この代休を処理する暇がそもそもありませんからね。私もそこそこの期間海事で働いていたわけですが、代休を完全に処理できた年は一度もありませんでした。まあ当時はそれが普通だと思っていたので疑問にも思っていなかったというか、この代休と有給にあたる年次休暇との違いを理解したのが入隊して4年ほど経過した未踏会員の頃だったんですが、だってどっちも腐るほど溜まるから、どっち使っても意味ないんだもん。で、出航してしまうと当然海の上で帰ることはできませんし、船を動かすために交代で配置につかないといけないわけなので、出航中はゆっくり休むことができません。通常は3交代か4交代くらいですが、状況次第で2交代とか交代がない状態にもなることがありますから、海の上では船酔いも手伝って常に眠気と戦うことになります。軽度の船酔いって眠くなりますからね。と考えると、家に帰れるだけ、もしくは当直で帰れなくても夜中起きていなくていい分、停泊中の方がだいぶ楽というか天国です。とはいえ、世間一般の常識に照らし合わせて停泊中が楽というわけでは全然ないんですが。ということで、実際どういうことをやっているか見ていきましょう。まずは気象から。夏季日課か冬季日課かで変わってきますが、
夏季日課なら〇〇〇〇、午前6時に起床、冬季なら〇〇〇〇、午前6時半に起床します。海事では起床のことを早飲起こしと言います。それと海事には旧海軍以来5分前の精神が根付いているため、定時のイベントの前にはなんとかかんとか5分前という館内放送が流れます。早飲起こしも例外ではないので、早飲起こしの5分前になったら早飲起こし5分前って館内放送が流れるので、海上自衛官はこれで起きます。ちなみに館内放送のことを海事ではマイクって呼びますので、以後館内放送はマイクで通しますね。早飲起こしのマイクが入ると、飛行甲板という船の後ろの方にあるヘリが発着艦する広いスペースに集合して、海事名物海上自衛隊第一体操をみんなでやります。一応第五体操まで存在しますが、第一体操以外をやることはまずありませんし、全部の体操できるなんて人は海上自衛官でもめったにお目にかかることはないです。海上自衛隊第一体操にはその場飛びと4拍子飛びというジャンプ系の運動がありますが、艦上でやると船体を痛めるので普通はやりません。体操が終わると甲板掃除といって、艦内の掃除をして、それが終わると食事という流れになります。なお幹部は甲板掃除をしないので、これが幹部の数少ない特権の一つです。ということで幹部はおすすめだよ。食事の際、漕手は会員食堂というところで自分でご飯よそって食事をとりますが、幹部の場合は士官室係という若い子たちが配膳してくれます。また会員食堂で食事をとる際はどこに座っても OK ですが、士官室は席順まできっちり決まっているので、自分の席以外、特に上位者の席に座ったりしたらしばかれるので注意。基本的には艦長が上座に座りますが、大司令など艦長より偉い人が乗ってきたら偉い人に席を譲ります。士官室での食事は全員が揃ってから始まりますが、最後にやってくるのが艦長と司令です。まあ司令はいつも乗っているわけではないのでいる時だけですが、艦長は常にいるので、幹部全員が席に着いたら士官室係が艦長室にいる艦長に食事をよろしいと報告して艦長を呼びに行き、艦長が着席したら食事スタートという流れですね。士官室で飯を食っていると偉い人からありがたいお話を聞けるので、脳が起きていない朝だとなかなかきついです。それとご飯を作る給養員が綺麗に盛り付けてくれて、さながら高級レストランのようではありますが、盛り付け終わって偉い人が席に着くまで待たなければいけないので、熱々のご飯を食べることはできません。量も調整できませんしね。ということで本当はいけないんですが、前日の朝食がいるかどうかの調査の際にあえて朝食がいらないということにしておき、こっそり下の会員食堂で食べるというのは幹部、特に侍のような初級幹部の上等手段だったりします。まあさすがに課長クラスになると食事時に士官室にいないと怪しまれるんですけどね。艦長からの距離が近いですし。それとさっき説明した当直についてですが、艦長や副長に停泊当直はありません。また帰還時刻が決まっているわけではないので、何時頃帰還するかは人によります。とはいえ副長が艦長より遅く帰還するのはよろしくありませんし、艦長も丸なら丸々より遅くなったらあんまり良くないので、大体は〇640くらいまでには帰ってくる感じでしょうか。幹部の中でも艦長だけは別格なので、艦長が帰還する際には必ず停泊当直の責任者である当直士官が舷門という船の玄関にあたるところで出迎えをします。艦長が舷門に足をかけるタイミングでサイドパイプという笛を吹いたり、艦長不在時に掲げられている不在旗という旗を下ろしたりするので人手がいりますし、準備も多少必要です。なので不意をついていきなり帰ってこられたりするとてんやわんやになるため、艦長は上陸する際当直士官におおよその帰還時刻を伝えてから上陸するのが普通です。まあたまに帰還時刻教えてくれなかったり、教えてくれてた時間より早く帰ってきたりすることもあるんですけどね。もちろん不測の事態に備えておくのが自衛隊というものなので、予定の時間よりも早く当直の海士の子が双眼鏡を持って見張りに立っているので艦長の接近にはいち早く気づくことができます。とはいえ予想外の時間に帰ってこられると当直士官が余裕かまして上着脱いでネクタイ緩めてたりしますので、そこから慌てて身なりを整えたりしないといけないので焦ってしまうんですが、ということで時間通りの帰還をお願いします。艦長副長以外の幹部にも帰還時刻は特にありませんが、
0630くらいまでに帰ってくるのが普通です。まあ私は0650くらいに帰ってくる不良でしたが、ちょっと時間を戻して、総員起こしが0600か0630と言いましたが、それより早く起きなければならないケースがあります。まず副直事官は総員起こしの前に館内の見回りをしないといけませんし、大港や舞鶴など雪の降る地域の冬は大変です。当然ながら雪かきが必要になります。船の異様を保つために艦上に積もった雪を払うのは当然のこと、岸壁に積もった雪もどかしておかないとまともに歩くこともできません。ということで船ごとに岸壁の受け持ち区画が決まっていて、朝早くからこの雪かきを済ませておく必要があります。そのため0500とか0430とかに起きて雪かきをしないといけないため、冬季日課の総員起こしが0630なのに、冬季の方がより早く起きないといけなくなるわけです。雪国は大変ですね。舞鶴とか一応京都なのに、なんであんなに雪が降るん？てか日課の説明なのにまだ朝から全然話が進まねえ。ってことで飛ばしていきますよ。朝食を食べたら0700か0730くらいに日例開放というミーティングのようなものがあります。別名オペレーションともに、例によって開示は何でも省略するんでみんなオペって言いますけどね。余談ですが、蓬莱課や専務課など戦闘に関わる幹部のことをオペレーション幹部などと言うことがありますが、こっちはオペ幹部とは略しません。不思議ですね。まあ同じ言葉でも使い方や意味が違うことがあるってことです。でこのオペですが、その日の予定の確認とか伝達事項などを発表する場で、幹部のほか総司のトップである専任回想室 CPO のメンバーも参加します。総長や一層の人たちですね。船の頭脳である士官室と現場の責任者である CPO がしっかり意思疎通していないと船はまともに動けないので、このオペというのは非常に大事な場です。たまに士官室が現場を分かっていないような指示を出すこともあるので、そういった時には CPO が NG を出して計画が変更になることもあります。具体的にこのオペで行われる内容として重要なのが気象報告。海事は海の上が職場である以上、気象・海象にものすごく左右されるという特性があります。特に風向・風速・波やうねりには航海中はもちろんのこと、停泊中であっても気を配らないといけません。例えば一般的な護衛艦の場合、モヤイというロープを6本から8本くらい使って岸壁に係留していますが、風が強くなってきた場合は二重にしたり本数を増やしたりします。増やす部分も風向きによって変わってきますしね。これらを怠って船を損傷させたりしたら船乗り失格なので特に気を使いますし、その日予定されている作業にも影響してきますから、気象報告は大事です。報告するのは二分隊航海課の気象庁という階層の人がいます。続いて当直報告。艦長以下乗員が上陸して船を離れている間、船を預かっているのが当直士官です。当直士官はこのオペが終わった後に交代しますので、オペの時点での当直士官は前日の当直士官になります。なので前日の当直士官が艦内の異常の有無、当日の日課などについて報告します。例えば0900から燃料搭載、1400から清涼品搭載を行いますなどですね。清涼品というのは肉や魚、野菜など日持ちしない生鮮食料のこと。逆に日持ちする米や味噌、小麦粉や缶詰など保存期間の長いものは貯留品と言います。当然ながらこれら糧食がなくなってしまうと船は行動できませんので、現在どの程度搭載されているかは外部には教えません。まあ潜水艦ほどには秘匿度は高くないんですけどね。続いて各課長からの報告が上がります。課長というのは蓬莱町、専務町、航海町、機関町、補給町、飛行町という船の各課を束ねる人たちのことです。船はこの課ごとに分かれて動いていますが、船自体は一つですから他の課と調整しないといけないような作業も存在します。例えばペンキ塗りをするのであれば、当然作業をしてから乾くまでその区画に立ち入れなくなりますから他の課に教えておかないといけません。続いて専任伍長からの報告。専任伍長というのは海曹士を束ねるトップの階層です。階級こそ総長ですが、海事に何十年もいるような大ベテランで現場を熟知し、幹部と総司をつなぐパイプの役割をしていますから副長と同じくらい重要なポジションということで、主に海曹士の士気や規律が維持されているか、
健康状態はどうかなどを報告し、幹部に対する要望があればそれも挙げます。専任伍長の報告が終わると、ナンバー2である副長がまとめに入り、最後に官庁視察といって官庁が締めくくります。大抵はその日行われる作業の安全確保に留意しろとか、船の規律の話などですね。オペが終わる時間はまちまちなんですが、30分かからないくらいで終わるのが一般的でしょうが、超えることもまあまあありますが、その後はしばらくゆっくりしたいところですが、士官室には会談しなければならない文書が山積みされているのが日常なので、朝のうちに目を通しておかないといけません。たまに可及的速やかに処理しないといけないような文書が混じっていることがあり、朝8時を過ぎると所用で船を離れる人が出てしまうため、朝のうちに処理を開始しないといけない場合などもありますしね。オペが終わると0800に自衛艦機掲揚といって、艦尾、つまり船の一番後ろに自衛艦機が掲げられます。この時には必要な人員を除いて全員が飛行甲板に集まります。雨が降っている場合は格納庫というヘリを収容する飛行甲板とつながっている区画に変更されますが、大して変わりはありません。例によって0800に集まるわけではなく、その5分前に自衛艦機上げ方5分前というマイクが入るので、これによって整列する感じですね。ちなみに艦長だけは5分前に来るわけではなく、だいたい2分前くらいに来て、乗員全員からおはようございますと挨拶と同時に敬礼されて迎えられます。なんとなくですが、このおはようございますの声の声量やトーン、敬礼の動作や表情なんかで乗員の士気が分かったりします。決まりきった動作ですが、だからこそ違いが分かるのかもしれません。自衛艦機掲揚が終わったら分隊整列です。各分隊ごとに整列して、整列完了を副長に報告します。報告の仕方としては、1分隊、2分隊、3分隊、4分隊、5分隊とそれぞれ各課長が自分の分隊名を叫んで副長に対して敬礼します。旗から見ると、え、何の報告してるのって感じですが、第何分隊整列よろしいという意味が込められています。まあ全部きっちり報告していたらかったるいので、報告が簡潔になったんだろうと思われます。各分隊からの申告が終わると、副長が午前中の日課を視察します。副長以外にも船に関わることがあれば、幹部、海曹士を問わず担当者が出てきて全体に対して連絡を行うこともあります。転入してきた人や逆に転出する人がいれば、その人も紹介され、転出の場合は軍艦マーチというお決まりのテーマ曲とともに棒振れで送り出されます。船全体の視察事項が終わったら、分隊ごとに集まって各作業の打ち合わせなどが行われ、解散という流れです。いやー長かった。この朝の一連のイベントが終わると、あとは1-1過ぎくらいに昼食、1-2から1-3まで休憩、1-3にまた飛行甲板に集まって体操をやり、各課ごと集まって副長からの視察があって、また解散、1-7に家業終了という流れになります。朝掲揚した自衛艦機を下ろすタイミングは日没の時間になりますので、日によって変わってきます。夕食はだいたい1-6過ぎとかですね。それ以外は何かしらの作業をやっています。じゃあ作業って何やるのっていうと、本当に千差万別です。まず機械というものは常に点検やメンテナンスをしないときちんと動いてくれません。船は大砲やミサイル、魚雷にソーナーやレーダー、通信機器類にエンジンや発電機、調理器具や医療器具、ヘリコプター関連機材など本当に様々なものを装備しています。これらがいざという時にきちんと動くように、毎日点検しないといけない項目、1週間ごとに点検しないといけない項目、月間や四半期、半年、年間点検などが細かく決められていますので、まずはこれらの点検をして決められた通りに記録しないといけません。また特に決められてはいないものの、船が汚れていたり、ペンキが剥がれていたり、錆びていたり、金属部分の輝きが足りなくなってきたりしたら、それぞれ処置しないといけません。見た目にそこまで気を使う必要ある？と思われるかもしれませんが、船は硫黄といって見栄えを非常に重視します。仮に実際はめっちゃ強い船だったとしても、ペンキが剥がれて錆だらけの船だったらなんか嫌ですし、船の整備もろくにできないような海軍って一般的に弱そうだって思われてしまいますからね。見た目からきっちりして強そうに見せるのも仕事のうちです。
また停泊中にも訓練があるというか、停泊中にしかできないような訓練もあります。特に火災に対処する防火や浸水に対処する防水、それから個人の射撃訓練などですね。航海中は航海中で防火や防水をやるんですが、さすがに船の中を燃やしたり浸水させるわけにはいきません。なので陸上にある専門の施設を使って実際の火災を消したり浸水を止める訓練をするわけです。個人の射撃も艦上だと狙うべき的がないですしね。例外として 12.7mm 機関銃というどでかいマシンガンだけは海の上に風船浮かべて射撃することもありますが、 7.62mm 小銃や 9mm 拳銃のような個人が携行する武器だと難しいので、他にも訓育といって自衛官としての心構えを身につけさせる講話を行ったり、体力練習なども行われます。運動関係では競技会が行われることもあって、水泳や剣道、柔道などを競い合ったりすることもあります。まあ幹部は大抵書類と格闘しているので書類関係の仕事が多く、関東方面から何とかについて調査せよみたいな指示が文書で回ってきますし、この手の調査がない時でも人事系のお仕事、部下の勤務成績をつけたり、転出や転入の手続きをしたり、他の部隊とトレードの交渉をすることもありますね。もちろん次の出航の準備もしないといけないので、船の中でミーティングをやったり訓練をしたり、他の部隊とすり合わせしないといけないことなども山のようにあります。さらに定期的に整備しないといけない帳簿類もあるので、全ての仕事がきれいさっぱり片付くなんてことはなかなかありません。なので一応家業終了時刻は人なら丸々なんですが、この時間に幹部が上陸することはまずなく、残業することがほとんどです。もっとも自衛官は24時間勤務しているものとして給与が支給される特別職国家公務員なので、残業という概念自体がそもそもないんですが、総司は一応人なら丸々に上陸することができますが、海士の子だとさっき言った士官室係や食器を洗ったりするシャリ番という当番があったり、金物磨きや機器の整備、書類の作成なんかもあるので、必ずしも定時に出れるとは限らない感じでしょうか。なお士官室係などは基本的には海士の仕事になるんですが、人手が足りない船だと3艘の子まで引っ張られることがあります。むごい。それと食事についてですが、昼食だけは問答無用で出てきますが、朝食と夕食は食べるかどうか事前の申告制となっていますので、食べるという意思表示をしたらきちんと食べましょう。幹部の場合は士官室での一斉喫食になるので食べたかどうか一目瞭然ですが、総司の場合は列に並んで入れ替わりで食べていくため、パッと見全員が食べ終わったかどうか分かりません。全員が食べ終わってないのに片付けちゃったら大変ですから、食べ終わったら食堂の入り口にある木札という自分の名前の書かれたプラスチック製の札を裏返しシステムになっています。木札なのにプラスチックって思われるかもしれませんが、これは昔本当に木製の名札を使っていた頃の名残ですね。海事は旧海軍の流れを組んだ組織なので、今となっては何これって感じの意味不明な言葉が結構残っていたりします。まあ何にせよ艦艇勤務になると航海中はおろか停泊中でもかなり仕事が多くて大変なんですが、希望すれば停泊中でも3食食べられるので食費は大幅カットが可能。しかも同じ海事でも陸上の部隊の1日の摂取カロリーが2000キロちょいくらいなのに対し、艦艇は3000キロほどと多めに設定されていますので、たくさん食べることができますよ。まあその分太るんだけどな。大して運動しないのになんで陸の部隊より摂取カロリー高いのかって話ですが、自衛隊の糧食費はカロリーベースで決まっているので、予算を増やすためにはカロリーを増やさざるを得ないという事情もあるからです。船の上での楽しみのほとんどは飯なので、飯がまずかったら士気に関わりますからね。まあお金という見える部分だけじゃなく、きっちりカロリーも高いので食べ過ぎには注意するんだぞ。日課について解説とか言っておきながら、ほとんど朝だけで昼間何してんのかわかんねえよって感じですが、昼間は本当に何やってるのか自分でもわかりません。その日によってやることが変わりますしね。毎日やっていることが変わらないのは出航のない朝くらいのもので、あとは各食事ごとに区切られている日中の時間で、
やっていることが毎日違うって感じなんです。まあ秋が来なくていいですよ、多分。それと総司は上陸前に上陸員整列といって、上陸を希望する人たちを集めて視察事項を伝えたりした後、一斉に出るというようなことをやるんですが、幹部は自分で自分を管理するというのが基本なので、上陸イベントはありません。じゃあどのタイミングで上陸していいのかというと、副長が上陸許可って幹部に対して言ったタイミングですね。ちなみに副長が幹部の上陸を許可するタイミングというのは、基本的に艦長が上陸した後。なんでかっていうと、艦長の仕事って部下の幹部に仕事を振るタイプのものが多いので、担当幹部が上陸しちゃうと艦長の仕事ができなくなってしまうからですね。なので艦長の仕事の進捗度合いに応じて他の幹部が上陸できるかが決まります。もっともこの辺は艦長によって個人差があったり、副長と艦長の関係にもよるんで一概には言えないんですけどね。さっさと上陸させてくれる艦長だと、それだけで幹部の士気が上がるんで、これから艦長をやる予定の人はできるだけ早く上陸させてあげましょう。それとレアケースではありますが、膨大で同じ部活の先輩後輩で艦長副長のペアになったりすると、気心が知れた仲なんでやりたい放題できますし、結果として船の雰囲気が良くなったりもします。部活が一緒じゃなくても、以前同じ職場で働いていてお互いのことがよく分かっていたりすると、いいコンビになりやすいですから、常日頃から良好な人間関係は保っておきたいですね。ということで今回はここまで。コメントはカロリー制限ないので、どんどんどうぞ。チャンネル登録や高評価、メンバーシップ加入などをしていただけると良好なけだもの関係が築けます。サブチャンネルもよろしくね。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。